今日はなんか、お料理の実演をしてくださいというお話だったんで作りますけども、めちゃ簡単なものです。今日自分は料理しないっていう人でもできるように2つ作るんですけど、1つはね、マグロの漬けとふわふわ納豆丼というのをまず今から作りますね。魚、特に赤身とかサバとか、サバとか鮭とかマグロとかイワシとかサンマとか、なんかこういうその私たちが非常によく食べ慣れてるようなね、もうだからさ、タイだのうなぎだの言わなくても、こういう魚系は、免疫力を高めてくれる、日の巡りを良くしてくれるということで、まあどちらかといったらお肉よりもこっちに寄せた方がいいですね。私は日頃はどちらかといったらまず魚で、ただ魚介の中でも貝類は少し体をやや冷やし目にするので、まあ、どっちかといったらやっぱりエビとかそれからサバとかサンマ、鮭、ね、鮭とか、そういうものですね。そういうものはすごく消化が良くて免疫力を高めてくれる、薬膳では気を補うと書いて補気というんですけれども、補気の食材だと言われています。だ今日は、万人に気を良くしてくれる、まずマグロの赤身用意しました、ね、これでね、ふわふわ納豆丼というのを今から作りますね。ちょっとじゃあマイクを切り替えてもらっていいですか。はい、聞こえてますか。マグロを使ってで納豆丼なんですけど、さっきね、気の巡り、血の巡り、水の巡りって言いましたよね。水の巡りを良くしてくれるのは何かっていうと豆類が体の水の流れ、水はけを良くしてくれるんですね。だから例えばもうはっきりとね、もう年中顔がむくんでるとか、ふくらはぎがむくんでるなんていう人はもう完全にそうですね。でもね、自分がむくんでるっていう意識がなくても結構むくんでますよ。例えば寝起きの時とかは大抵むくんでますよね。だから朝ごはんに納豆なんていうのは寝起きのむくんだ体にはとても、だからね、大豆、黒豆、小豆、枝豆、この辺り、この辺の豆類が水はけを良くしてくれるので、午前中に食べるのにはちょうど良いのですよ。で今日はね、まあ、お昼に食べてもいいし朝でもいいんだけど、マグロの漬けとふわふわ納豆丼というのをパパッと作ります。何分でさて、ですね、まずはこれですね、マグロですね。これを一口大に、まあ、大きさは何でもいいんですけど一口大にね、こんな感じでね、よいしょ、でこうやって切ります。よいしょ、よいしょ。で漬けにします。漬けってわかりますね。で漬けもね、なんて言うんでしょう、ややこしいプロフェッショナルなこと言うといろいろね、煮切ってどうとかなんとかなんとかなんだけども、今日は単純にお醤油とみりん1対1で大丈夫です。ですからこのみりんね、まあ小さじ1なら醤油も小さじ1、これでこれか、醤油は醤油かな、はい、これ でそうしたらこうやってね、よく混ぜて、まあ10分ぐらい置くっていうことなんですけど、まあ、今日はねちょっとそんなに時間は置けないけど、まあ、ちょっと置いときますね。で続いてですね、今度は、納豆、卵でここで卵を黄身と白身に分けてもらいたいね。よし、はい、ね、黄身と白身に分けました。ね、そして納豆開けるとこうやってね入ってるでしょ、タレが。そしたらこのタレをまずね、ボウルに入れて、そして納豆入れますね。
ここに白身入れちゃう。白身の方だけ。はい。で、泡立て器。これでね。泡立てる。そうするとね、ふわふわの雲みたいな。あのよくね、納豆に生卵かけて食べる人いるんでしょ。でもね、あれね、白身がドロッとしてて、私苦手なんですよ、それが。ところがね、これ、そしてここにこのね、ふわふわをかけるんですよ。よっ、うわぁ、よしよし。で、あとはお好みで、ごま、それから海苔。これね、納豆を嫌いって人でも意外に食べちゃう。
ちょっとした簡単メニューです。ね、でこれが一つ。さあ、じゃあね、次に、次作るのがですね、サバと白菜のスンドゥブって言うんですけど、スンドゥブって何かって言ったら、要するに、お豆腐が入った、あの漢字で書くと純豆腐って書いて、スンドゥブ。キムチとお豆腐の入った鍋ですね。でこれもね、簡単にやろうと思うんですが、今日はね、この材料が、サバ缶を使います。サバの水煮缶。でね、なんか缶詰を使うと、なんとなく手抜きじゃないけど、ね、そんなイメージを持つ方もいるかもしれないんですけど、実はね、この魚の系の缶詰っていうのは、調理の上で大変におすすめです。薬膳っていうのは、その、なんでしょう、できるだけ過食部は余さず食べる。だからもうはっきり言って、よほどのことがないと家で食べる分にはですよ、お客が来た時は違いますけど、自分が食べる分には私はもう野菜の皮を剥かないですね。もう丸ごといただくっていうのが、ルールです。だから皮であっても、何であってもね、芯であっても何とかして、例えば、カリフラワーとか、ブロッコリーとか、芯など捨てちゃうじゃない。だけど、ああいうところも、何よく刻んで、きんぴらっぽくするとかもできるし、茹でても美味しいし、なんならね、皆さんね、ミキサーあるじゃないですか。ミキサーとか、ハンドブレンダーみたいなのを1個持っとくと、ね、芯が食べられるとか。で、鮭の中骨入りのね、水煮缶とか、サンマの、蒲焼き缶とか、今日はサバの水煮缶ですけれども、こういうその魚たち、免疫力を高めてくれる。で、しかもそれこそこうやって煮込んであるから、骨も食べられるから、カルシウムも取れる。で、この缶を使う時の一番大事なことは、汁も食べるってことです。汁、むしろ汁を食べようっていうくらいの感じ。だから今日はまず汁、ね、ちょっと入れて。なのでこれね、今日はサバですけれど、例えばそう、サンマでもいいし、鮭でもいいですよ。何かとにかくお魚の、何ですか、缶詰。で、それを汁、あるいはその、アサリ缶とかも私よく使いますね。まあ、何でしょう。もちろん、アサリが非常に、美味しい季節は、季節を感じるためにアサリを買いますけれど、生のアサリもね。だけど、本当に栄養って考えたら、アサリの水煮缶なんか素晴らしいですよ。あれ、汁ごと入れてスープにもね、しちゃえば出汁も出るし。で、今日もこれも簡単です。まず、缶詰の出汁をまず入れて。で、そこにお水今入れました。で、あとは味付けは、みりん、醤油、コチュジャン、酒。で、くつぐらい入れるかな。まず醤油が小さじ2。まあ、これは大体いいですよ。味見しながらね、やったらいい。で、小さじ2。みりん、小さじ2。よいしょ。ね、そして、コチュジャン。コチュジャン。で、これは、お子さんがいるとかね、お年寄りがいるって時は飛ばしていいです。よくね、温めっていうと、唐辛子とか、火鍋とかね、薬膳火鍋レストランとかいっぱいあるんで、みんなすぐね、口から火吹くこと、辛いもののことを、あるいは薬膳カレーとかね。でもね、確かにそういうスパイシーなものはさっき言ったように体を温めるんですけれども、体を温めてはくれるんですけれど、その分、潤いも奪ってしまうんですね。で、さっき人間は大自然の中にある、ね、宇宙の運行と人間の体は同じなんですよ、人間の体も小宇宙ですよって話しました。で、季節にあったもの食べなさい、夏には夏にあったもの、冬には冬にあったもの食べなさいって話だったんだけど、人間の体の中にも春夏秋冬があるんですよ、ね、で残念ながら人間の春夏秋冬は一直線なわけ、ね、春はまた来年もやってくる、
ね、その次の年もきっと春は来るんでしょう。でも私という人間の体っていうのは、それ青春っていうでしょ、青い春、ね、若い頃、その後は朱夏と言います。朱色の朱に夏 ね、 ね、これ30代ぐらい、40代くらいの、40代半ばぐらいから、あの北原白秋って言うんですよ、白秋ですよ、秋、ね、そしてその後は厳冬、ね、つまり、まあ還暦なんすったらもう冬の初めだよね、45ぐらいからもう白秋、要するにどういうことかというと、人間のさっきね、季節に合ったものを食べなさいって話だったんですけど、天然の季節だけじゃなくて人間の季節もあります。さっき、ね、同じ鶏肉でも若い青春の人には唐揚げ、ね、でも厳冬の人にはスープにします、白秋の人は茹でて食べますかっていう話なんでしょ。そうするとさっき言ったその体質体調っていうことを考えるときに、私の人生の季節をちょっと考えてください、ね、自分の自分だから、自分はもう白秋厳冬だったら、要するにもうあのおっさんおばさんならならば、たとえ真夏でも若い人と同じように冷たいものは食べた方がいいっていうことです。意味するところはね、若い人たちが夏はガーってかき氷食べてても、人生がもう秋の人冬の人がね、そこまで冷やしちゃあかんよっていうことね。人間の人生の季節ね。でこれで今火をつけて、どこまで入れた、コチュジャンまで入れた、 あとは、生姜、それからニンニクね、これ今日もね手軽にチューブですけれど、これ温め食材として非常に有効なのがこれ、ね、生姜です。で生姜っていうのはね、これが一番便利な温め食材なんですけど、なんでかっていうと、生のままで食べると体表の寒気、要するに風邪をひいてゾクッとする時ありますね、ああいうものを払ってくれるんですよ。要するに発汗作用によって、だから風邪の引き始めなんかで生がいいんですね。だけど体を芯から温めるためには火を通した方がいいんです。だから生姜入れるタイミングですね。例えば若い人ならば、ね、もう煮上がるギリギリのところで生姜入れてもいい。だけど私はもう60歳だから胃の腑を温めたいので、早めに生姜入れて、生姜もごとごと一緒に煮て、要するにね、ジンゲオールが生姜オールに変わるんですよ。でそうすると体を温める力がアップするので、例えば生姜入れるタイミング一つとっても、娘に作ってやるんだったら仕上げに生姜、自分が食べる、おばあちゃんが食べるんだったら最初に生姜、でその生姜の火の通し方によっても体の温まり方が違うわけですね。でこうやって今味付けの調味がほとんどこれで出来上がりです、ね、できたんで、でこれね、今日はみりんとか、醤油コチュジャンとかやりましたけど、もっとめんどくさい、もうそのままめんどくさいっていう時はもう分かった、めんつゆね、めんつゆを希釈して、そこにコチュジャンをプラスすると、もうほぼほぼいけます。でここにスンドゥブですから、お豆腐を入れるんですけど、お豆腐ね、包丁できれいに刻まなくても、もう本当にスプーンで、むしろ不揃いにザクッと入れた方が美味しいかな。これね、こんな風にでね、煮崩れていったりもするし、あんまりなんていうんですか、小さくしない、こうやってどんどんってとかってね、とかって入れます。でこうやって温めてる間にちょっとこっち切ろうか。白菜、白菜もね、ザックザックでいいですよ。で、先に芯のところに入れようか。今日はね、冬野菜ということで白菜ですけれども、これからもう少しね、あと1、2ヶ月したら春キャベツが出てくるでしょ。そしたらもう春キャベツ、春のもの、季節のもの、それこそキャベツなんだったらもうまな板も使わないで、鍋の上でちぎってポン、ちぎってポンでいいですよ。こうやって火をね、今まず火の通りの悪いところをこうやってやって、でこうやってる間に、椎茸で、さっき青魚系は、免疫力アップ食材って言いましたが、もう一つ免疫力アップなのがキノコ、でもキノコです。で実を言うと、干してあればその方がよりアップだから、例えば、干し椎茸なんかをいつもいつもね、なんか少しずつ戻しておいて、汁も一緒に使いますよ。ね、炒め物に入れたり、いろんなものに入れたりしてもいいんですよ。今日はね、普通の椎茸ですけど、他のキノコでもいいです。ここにね、意外とマッシュルームなんか入れても出汁が出て美味しい。
ね、はい、まずね、石突きを取りますっていうと、ここから切る人だよ。見えますね、ここ。石突きってここです。捨てるところは、これだけ。ここは、石突きじゃない。軸です、これは。軸も食べる。ね、こうやってちょっと切って。で、まあ、結びにね。キノコを複数の種類入れても美味しいですし、軸も全部入れてください。よし。でこれしめじなんかだったらもう包丁もいらないもんね。これまたお鍋の上でバサバサやる。こうやって入れて、よし。で少しここでね、ある程度火を通しましょう。でそしたら、この真ん中のところにこのサバ入れますけど、これもね、食べるときにちょいちょい崩しながら食べた方が美味しいから、下手に崩さずドーン入れる。こうやってね、ドーンとこう、こんな感じで、でね、後で食べるときにちょこちょこっと崩しながら食べると美味しいですよ、ね、もうちょっとあれかな。これもね、例えば、サンマのかば焼き缶みたいなの作るときは、蒲焼き缶の方に結構あの味がしっかりついてるので、その時はお出汁の方の、お醤油とかをちょっと控えめにねしてください。よし。で、あと何入れてたかな。あ、そうそう、キムチ、キムチ。そして、キムチ。まあこれはね、入れても入れなくてもいいんですけど、まあ、一応スンドゥブって言ってるからね。で、まあ今ね、こんなふうに簡単に好きなだけこれで入れてください。これもね、お好みで。はい。で今ね、煮えてますけども。要するにこれはですね、免疫力をアップしてくれる、そして体をやや温めてくれるサバ。これを水煮の汁ごと入れてます。それから体に潤いをくれる豆腐。豆腐、豆乳、この辺のものっていうのは体に潤いをくれる。それから大豆が原料ですから水はけも良くしてくれるので、どちらかというと陰の食べ物です。でそしてそこに、白菜とかの青物を入れますけれど、あと身を入れる。で、さっき言ったようにお野菜っていうのは結構体をね、冷ましてしまうものが多いって話だったんですが、ニラ、要するにこういう、ね、香りの強いものっていうのはね、体を温めてくれる作用があるんですね。だからこれもこうやってニラ入れて、これがね、同じ野菜でもほうれん草とかチンゲン菜とか、やっぱそっちの葉物野菜は体を冷やしてしまうので、まあ、温めることを考えたらニラの方がいいかなっていう感じですね。よし、よいしょ、もうちょっと、ね、あとこういうところ、はい、ガッツリやってきたよ、ね、今こうやってなんだかで言ってますけど、だから面倒くさかったらめんつゆでもいいですよ。でそこに生姜を入れるタイミングをちょっと工夫すると温め力が変わってきますよ。そして、免疫力を高めてくれるサバ、プラス潤いをくれる豆腐との組み合わせっていうのはすごくバッチリなんですよと。であとでここにね、ちょこっとうどんなんか入れても美味しいですよ。でもね、そのじゃあここのね、締めに何入れましょうかって言った時にもまた考える。ね、さっき言いましたね、穀物だったら小麦がやや体冷やし系ですよと。そうするとまあ、うどんを入れるのか、それとももち米あってみますよ、正月の残りの餅を入れるのか、ね、これも考えどころですよ。まあ、両方入れてもいいですけど、ね、今日は体温めるから餅にしとくかでもいいし、ね、いやいやいや、ここはもううどんだ、やっぱりいいですね。よし。で、あとは卵落として、わあ、ね、美味しそうじゃない？美味しそうよね。ね、簡単だよね。よいしょ。で、とにかくここで大事なことは、メインの食材の中にいかに免疫力をアップするお魚系とか、それ、まあ、魚介系ですね、と、それから椎茸みたいな、キノコ系をどう組み合わせるか。で、そこに体が温かった葉っぱを入れるのか。そうでもない葉っぱ入れる。で、白菜は温めも冷やしもしないので非常に使いやすいです。だけどもやっぱ温めたいなと思うんであればニラとか長ネギとかね、あるいは
これを味付けするときに、醤油じゃなくてそれを、なんですか、ナンプラーに変えて、そして上に乗っける葉っぱをパクチーに変えると、ね、で後で仕上げに、オリーブオイルかけたりすると急にエスニック。でもまあ今日はね、あの仕上げにこうやってごま油をこうやってたらっとかけて、ね、香りが出て、ちょっと蓋閉めて、ね、であとは卵がお好みの硬さになるまで、温めていただくと完成ということですね。なにこれをね、例えばじゃあ、アサリ缶をメインにして、そして卵を1個じゃなくて2個にして、落とすんじゃなくて溶いたもので卵を閉じるにしたりすると、今度はそのままあのご飯にぶっかけて、食べても美味しいですし、要するに薬膳ってね、何でしょう、一つレシピ聞いてもそればっかり食べるわけいかないから、皆さんにね、そのこれを覚えて帰るっていうのは、これの作る大元となった考え方を覚えてほしいんですね。そうすると自分で家でできるじゃない、ね、これを変えてもいいんだなっていうふうにできるでしょ。あと、これを自分が食べるんじゃなくて、うちの二十歳の息子が食べるのよっていうんであれば、さらにここに、まあ、韓国の粉唐辛子みたいなの、ちょっと辛みのマイルドなものを足してもいいですし、ってことですよね。で、そのちょっとその考え方、なぜこういうふうに組み合わせるのかっていう考え方を覚えていただいて、そうすると自分がお惣菜を売り場で買って買うにしても考えられるでしょ。そうするとね、少しずつ薬膳が面白くなってきて、自分でもやってみようかなって思ったら、薬膳の方を、ね、買う、食材辞典を買う。でも今は温めるもの、冷ますもの、五色の色、季節のもの、それから調理法っていうことを考えて、ちょっとまず皆さんの生活の 5% ぐらいを変えてもらいたい。日常もね、いつも何にも考えないでコンビニの冷蔵庫のとこ行ってペットボトルを取ってたのを、それだけでも変えてみる。あったかい方から取るのか、常温から取るのか、ね、しばし立ち止まってお茶のことを考えるだけでも、皆さんは一歩薬膳の世界に足を踏み入れたことになる。そうすると今度はスープにしようか、サラダにしようか、ね、サラダはサラダで昼に食べようか、夜に食べようか、そうやって少しずつ一歩一歩薬膳の世界に入っていって、まあ、もっともっと詳しく知りたい、不安とはいかないけど数か先と走りたいと思ったら、食材辞典を買って、あの教科書を買っていただくと、これはこれで面白いです。私なんかはね、ここであいい感じになった、はいオープン、ね、あ美味しそう美味しそう、空気だ、ね、でこれ今ねスンドゥブですけれども、こっからさらにさらに面白くなっていったら、その時はそれこそね、あの黒キクラゲとか白キクラゲみたいなね、あるいはそのハスの実みたいなものとか、それからまあそれこそあの高麗人参ですよね、刻んでちょっと入れたりする、あとはナツメとか、そういう試みとか、まあ、いかにも薬膳というような食材をここに入れたら、まあ、見栄えも薬膳になって、あの非常に面白いくなってきます。ということで、映りましたか、こういうふうに並べようか、こっちに切れるね、2品、はい、はい、さあということで、超簡単2品が出来上がりました。いかがですか。こっちはね、朝か昼ご飯にしていただくんですね。こちらスンドゥブはね、夜ね、ちょこっとお酒1合ぐらい横に置いてね、熱かで食べていただくと体がポコポコ温まります。さあ、ということでお時間になりました。どうですか、何か質問あります？でも、どうでしょうか、薬膳っていうのはなんか面倒くさい、木の根っこみたいなもので作る、まあ、とてもじゃないけど私の生活とは縁のないもんだなって思ってたかもしれませんけど、意外になんかおばあちゃんの知恵じゃないけど意外にできそうじゃないですかね、なんとなくあやってみようって思いませんね、できるでしょ、自分で料理しなくてもできるでしょね、ぜひね、皆さんね、まず小さなことから始めていただいて、そして、だんだん面白くなってきたら本を買っていただいて、で私も本も出しておりますので、ね、その本を見ていただいて、で何度も言ってるように薬膳というのは日々のあなたの体に合ったものを優しく食べるというのが薬膳で、それを朝昼晩1年365日やっていくと、今食べたものが半年後
状態で維持しておくことによっていずれやってくる、どなたも必ずどこかで病気になるわけですけども、その時にしっかり治療を受ける、その準備ができて、あるいは治療を受けた後にしっかり回復する、そういう準備ができている、そういう体を作っていくっていうのが薬膳なんですよ、ということをご理解いただけましたでしょうか、ね、ということで今日の私の、講演はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。聞いたんだから、これ何しますか、何がいいだろうね、簡単なお鍋ね、何がいいだろう、でそれともいや、今日は夜サラダ食べるね、ちょっと今日帰りに、これ何食べようかな、帰りどっかでご飯食べようかなっていうことをちょっと考えながらね、帰ってください。例えばお蕎麦屋さんに入ってもね、天ぷらそばにするのか、ね、ざるそばにするのか、もう考えるでしょ、考えるよね、ね、どっちがいいかな、ね、で、最後に一言言うと、ことほどさように今日何食べようかなってことばっかり考えてますから、実は薬膳というのは食いしん坊さん向けなんです、ね、いつもいつも食べるのが楽しみ、今日の私の体で何がいいのかしら、何食べようかしらってね、食べることを楽しむのが薬膳ですからね、皆さんこれ何を食べるかよく考えてください、ね、はい、ありがとうございました。